このスバ。どこの世界にも冒険者ギルドってあるのね。でもこっちの方がなんだか楽しそうだわ。私クエストに行ってみたい。行ってらっしゃい。俺は行かないぞ。ねえ、連れて行ってくれないの？どうして？面倒い。端的な理由ですね。カズマ、そう面倒くさがらず一緒に行ってやってはどうだ。この走り高跳び討伐の依頼など良さそうだ。暴れ狂う鳥たちから蹂躙されることができる。却下だ。お前の妙な性癖にルーデウスたちを巻き込むな。クエストをお探しならこれなんて報酬も高めでおすすめですよ。オークの討伐です。へえ、オークって強いな。そうですね、この町の冒険者の皆さんにとっては強敵かと。だったらやるわ。手応えがないクエストなんてつまらないもの。行ってらっしゃい。俺は行かないぞ。どうしてですか？難易度は高めでも報酬を考えれば十分に魅力的だと思いますが。引かないったら引かない。カズマったら自信がないのね。でも大丈夫よ、ルーデウスがいるんだから。あの、あんまり持ち上げられると後が怖いのですが。とにかく心配いらないわ。オークなんて私とルーデウスですぐに討伐してあげる。さあ準備してきなさい。いや、俺は行かないって。行くわよ。なんか想像と違う。あら、私は思ってた以上にいい男が現れて興奮してるとこよ。ルーデウス、逃げてないでどうにかしろよ。お前はすごいんだろ。それはエリスが言っていただけであって。あら、よく見たら二人もいたのね。いいわよ、どうせならまとめて相手しちゃおうかしら。結構です。俺の大切なものを奪われてたまるか。右に同じです。二人とも初物ですって。そろそろ経験しとかないと年を取ってから後悔することになるわよ。大きなお世話だ。なのよあれ。この世界のモンスターっておかしいんじゃない？この世界の多くはメスしかいない。だから多種族のオスを襲って繁栄するのだ。オスの多くの屈強な体に組みしかれ、その腕から逃れようと必死にもがくも抵抗むなしく、というプレイはもうできない。何を言ってるの？捕まえた。さあこの世の天国を味わわせてあげる。ルーデウス、今助け。あら、やっぱりあんたも混ざりたいの？だったら遠慮はいらないわよ。遠慮します、遠慮します。ルーデウス、すまない。やめろ。それじゃあいただきます。 あんたルーデウスに何してんのよ。何をしようとしたのよ。ルーデウスにひどいことするやつは絶対に許さないんだから。おお、あのオークさんがボコボコに。許さない、許さないんだから！なんか、オークよりこっちの方が怖いかも。助けてもらってなんですが、その意見、わからなくもないです。ルーデウスに手を出したらどうなるか、たっぷり教えてあげるわ！このスバ！このスバ！あちらの世界でエリスさんは貴族なのですよね。そうよ、ボレアス・グレイラットといえば名家なんだから。
高貴な家柄の方なのに、いろいろなところに冒険しに行かれているなんて羨ましいです。ぜひお話を聞かせてください。まず私の家にルーデウスが家庭教師としてやってきて、それから魔力災害が起きて、魔大陸で。ルーデウス様はエリスさんの先生だったのですね。ええ、魔術や勉強なんかを教えてもらってたの。初めて会った時はいきなり馬乗りで殴られたりして大変でした。それはまたすごい出会いですね。ええ、一目見た時から苛烈だとは思っていましたが。ルーデウス、僕ちょっとトイレに行ってきますね。ちょっと、あの時はルーデウスだって殴り返してきたくせに。エリスさん、お話の続きをお願いします。魔大陸というのはどのようなところでしたか？そこまで聞きたいなら話してあげるわ。魔大陸で私たちはルイゼルドと出会って、いろんなことがあったけど、いつもルーデウスが助けてくれて。ルーデウスはすごいのよ。無影症魔術だって使えるし、言語だっていくつも話せるし、年齢の割に大人びてて、とっても頼りになって。ルーデウスは本当に優秀な子なのね。はあ、どこかの誰かさんとは大違いだわ。俺を見ながらため息をつくなよ。それにお前にだけは言われたくない。ルーデウスのすごいところはまだまだあるわ。例えばルーデウスはすごいのよ。ダンスパーティーの相手をしてくれたこともあったわ。他にも剣術の稽古を一緒にした時も。もうルーデウスがすごいって話は十分だ。誰か俺のいい話もしてやってくれ。そうね、考える時間がいるわ。明日、いや明後日とか。私はもう少し時間をもらえないと厳しい気が。アクアさんもメグミンさんも頑張ってください。お兄様だってルーデウス様に負けないくらいすごいです。そんなわけないわ。カズマのどこがすごいっていうのよ。戦闘では誰も思いつかないような作戦で助けてくれますし、美味しい料理だって作ってくれます。あ、アイリス、兄思いな妹を持って俺は幸せだ。何よそれくらい。ルーデウスのすごいところはまだまだあるんだから。戻りました。ってどうしましたか？なんだか妙な空気ですが。アイリス、あんたはまだルーデウスの凄さが分かってない。もっともっと教えてあげるわ。エリスさんこそお兄様の凄さを分かってません。いい機会ですし教えてあげます。何ですかその言い争いは。ルーデウスは悪魔と恐れられていたスペルト族のルイゼルドを仲間にするほどすごいのよ。お兄様は魔王軍の幹部を何人も倒したくらいすごいです。あの、手放しで褒められると恥ずかしいのですが。俺もなんか顔が熱くなってきた。二人ともそろそろやめ。ルーデウスのすごいところはあと100個あるわ。それならお兄様はあと200個あります。はあ、だったらあと300個。いや、やめましょう。どっちがすごいか証明するしかなさそうだわね。え、ここはルーデウスとカズマに戦ってもらって勝った方がすごいってことでどうかしら。わかりました。ではお兄様、お願いします。待て待て、余計な戦いなんてしたくないって。僕も同感です。どちらがすごいとかどうでもいいですし。ダメよ、それだけははっきりさせなくちゃ。この巣場